農業の楽しさを配信しております。今日はね、8月の12日です。台風はね、直撃するというニュースで、ここをね、慌てて稲刈りの準備をしています。草刈りね、まずしまして、本日中に稲刈りをね、していこうと思います。というのはね、この隣のね、山間部ですので、田んぼとかにイノシシとかがね、もう入って、稲をね、食べております。水害、川の氾濫でね、フェンスはね、この田んぼもなぎ倒されてしまいまして、このままでは、うちの田んぼにもイノシシが入って稲を荒らす形になりますので、ちょっとだけ早いんですけどね、もう買ってしまおうと思いまして、稲刈りをね、開始しました。で、本日は日本の本当の食料自給率っていうのは実際 10% 前後に過ぎないと、東大の大学院の、農学生命科学研究所の鈴木教授という方がね、おっしゃられてます。カロリーベースでね、約 37% と言われてますが、これでもね、低いって言われてるんですけど、でもね、日本は種と肥料などがほとんどね、海外の輸入に頼ってます。それを計算すると、本当の食料自給率は 10% 前後なのではないかと、この試算をね、明らかにしました。あとね、異常気象の発生ですよね。世界的なね、不作、あと、こういった中山間に関しては鳥獣害の被害ですよね。おそらくね、何かしらの有事が起これば、輸入がね、できなくなる。そうなってしまった時に、今まで自給率が 37% と言われてたんですけど、結局のところ、その耕作するためのね、肥料だとか、農薬、あと種ですね。種はね、もうほとんど海外です。で、肥料ももうほぼほぼ海外です。で、それらを考えてしまうと、大半がね、観光農法といいますか、普通に化成肥料を使ったり、あとは有機農家さんで言えば牛糞堆肥、鶏糞堆肥、鶏糞も牛糞も正直その子たちが食べてる餌っていうのは海外の輸入に頼ってます。そういったことをね、考えると、今も畜産もね、かなり深刻な状況で、知り合いのね、飲食店の人に話を聞いたら、もうバターがね、業務用のバターがね、入ってこないと。マーガリンとバターの半々の商品が今出まして、それをね、仕方なしに、調理に使ってるっていうお話をね、聞きまして、もう畜産もね、大変な打撃を受けてると思います。農業に関しても、こういったね、なんて言ったらいいんですかね、気候の変動といいますか、厳しい暑さなんですよね。で、この日もね、もう35度下回ることなくね、稲刈り終わる感じになるんですけど、とにかくね、私たちはその自然農法っていう形で、種ももちろん自家採集しております。で、お野菜も、在来種といいまして、もう昔から日本にあるね、お野菜の種を自家採集して、
まあ、100% 自給して、まあ、作物を育てるっていう形をとってます。ただね、その消費者ですよね、買ってくださる人がそういったものを欲しいと、おっしゃっていただける方に私たちは支えられてますので、スーパーとかでね売られてるお野菜っていうのは、形も良くてね、色もツヤもね、で大体の形が揃ってる、でまあ味もね、もういろんな品種改良、まあ、遺伝子組み換えだとかゲノム編集だとかしてね、ものすごい甘いトマトができたりとかね、そういうのをね、スーパーでお買い求めになって、多くの人がねそれを食べてるとは思うんですけど、まあ、私たちが作るお野菜っていうのは形もね不揃いで、そんなにものすごく立派なのかって言ったらそうでもないかもしれないです。ただね、やっぱ味はね、何ら変わりなく、まあ、美味しく食べていただけるとは思いますけど、まあ、日本のね昔からある、まあ、伝統的なお野菜をこう作ってるんですけどね、まあ、戦後ね、まあ、食糧危機が起こった時に、まあ、海外というかね、よその国からね、日本のそういう種をねやめて、こういう肥料をね与えればものすごく大きな野菜で、たくさん収穫できるものに変えた方がいいっていうことで、まあ、どんどん種もね、日本は輸入に頼るような形になってしまいまして、このねそのお米作りに関してもね、お米はね、十分足りるというお話で、今まで、まあ、僕たちも信じてたんですが、結局観光農法とか有機農家の方がね、まあ、9割ぐらいなんですよね。まあ、もしかしたらもう少し多いかもしれないですけど、その方たちの作る作物が、有事の際ね作れない、もう肥料もね種も入ってこないという形になりますので、ちょっとねそういうのがね、懸念されるので、まあ今日はねそういう形の配信をさせていただきました。まあ、ちょっと暑いですけどね、まあ、これからもちょっと頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。